おはようございます、しょぼうです。今回はルルバーンダイアリー2月の振り返りと3月のセットアップのお話です。今年も6分の1が終わろうとしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今月もルルバーンダイアリーの振り返りの日がやってまいりました。正直手帳イヤイヤ期が来ておりまして、最低限のことしか書けてないっていうのがまあ正直なところで、ルルバーンダイアリーのイラストもですね、結構後回しにしてしまってまして、今回もギリギリ仕上げたというところです。書いている時はとても楽しいんですよ。正直嫌じゃないんです、書くの。なんですけど、書く時間の確保がですね、なかなか難しくって、というかその時に書こうっていう気分になれなくて、どんどん先送りになっていって、まあギリギリということで、なんかね、こうこの悪いサイクルが早く解消されたらいいのになって思っております。それでは振り返っていきたいと思います。10月から使っておりますパンケーキのルルバーンダイアリー、これね、もうここまで今来ておりまして、でもね、実際には多分4月末までの分量ぐらいはあるんですよね。というのもセットアップのために紙を足していっているので、だいぶね今パンパンで、さらにその足していった分こう後ろに残っていくわけですけど、その分ね多分4月末までいけちゃうので、3月始まりのルルバーンを買ってきたもの、のどうしようかなっていうところで考えてまして、ちょっとね、確かにね最後の方めくりづらくなってるので、そこはちゃんと外して調整してしっかり終わらせた方がいいのかなとは思っております。といったところのルルバーンダイアリー1月末から振り返っていきましょう。前回は大阪に行ったところまでお話をしておりまして、今回はですねその次のページで沖縄に行っております。ちょっとね似たような感じで作っておりまして、沖縄といえばシーサーだし、ラフティー、ラフテーっていうところとラフティーっていう料理名のところがあるようで、私が食べたところラフティーでした。そして私の好きなカフェのコーヒーと、トラベラーズノートも書いております。そして次のページ一緒にね、沖縄のことなので、沖縄のね辺戸岬っていう一番北側にある岬のから見た風景で、明け方ね私深夜から朝にかけていたもんですから、明け方の写真を撮ってそれを書いたんですけど、これ書いたはいいんですけど、他がねもう、どうしたもんかなと思って、下手に何か書くよりもここは一つもうこの絵だ風景画だけにしようと思って、ね、まだね全然風景がうまく描けないですね。ちょっと精進が必要かな。せっかくねこの太陽が昇ってくる瞬間のこう薄暗い感じをね写真撮ってきたのに、それが再現できてないような感じになっております。ということで1月末は沖縄に行ってきまして、それから2月ですね、2月のセットアップは電気ケトルがテーマになっておりまして、ムードトラッカー、ハビットトラッカーですね。最近ですね、ムードトラッカーの、ここね、真ん中よりもちょっといいっていうところは、色を塗らないっていう選択肢。そういう色配分にすると非常に楽だということに気づきまして、続けていく上でね、結構大切なことかなと思いまして、今回は悪いことがほとんど起こっていないので、普通もしくは良かったという、もうこの二色展開になっております。今ここですね。なんか無難な2月だったかな。忙しかったは忙しかったですけどね。そして、ハビットトラッカー、YouTube のことなんですけど、ここちょっと塗り忘れてますね。もう少し作業はしてます、この辺。はい。そんな感じで。まあ、手帳としてではなく私の生活として、忙しかったけれども順調だったのかなっていう気はしています。
これがね、この2つを見返す意義ですからね。うん。そんな2月でした。エニーラックも相変わらずかけてませんけれども、まあまあ、登録者4500人ありがとうございますというところで、はい。ちょっとね、2月は忙しいって言ってる割に、少し1月よりマシな状況というか、なんか、ようやく生活が戻せてきてるかな。まだちょっと戻りきれてないので、それをどうにか、今のペースでうまくやっていけるような感じにすると、もうちょっとエニーラック書くことがあるのかなって思っています。そしてデイリーページ1から4。これはリクエストいただきましたペンギンですね。ライブ配信の時に何書きましょうかみたいな話をしたらペンギンというふうにリクエストいただいたので、先ほどのね沖縄も実は沖縄行ったって話をした時にじゃあ沖縄のこと書いてくださいねっていうふうにリクエストいただいてまして、それもあって沖縄を書いていました。こちらはペンギンでバリエーション、みんな同じ見た目に私が書くとなっちゃうので、ちょっとバリエーションを加えておりまして。はい、メジャーなペンギンを書きましたけど、もうちょっとうまく書きたいなぐらいな感じ。それはね、全部のページに言えますけどね。続いて、3日から6日まで奄美大島に行ってきたので、奄美大島のことを書いていますけれども、実際この上の2つは特に行ってタッチしてません。ハレルベーカリーでクリームパンを食べたり、ハートロックね、これ実は私見てないんですけど、ハートロックのある海岸、満潮だったので見えないんですけど、そこに行ってきまして、はい、この2つはまあ行ったよっていうことで、この上の2つはね、ちょっと奄美大島といえばっていう感じのものを書いてみました。続いて毎月恒例浮世絵シリーズですね。宇田川博重の東海道五十三次原宿の絵を模写を頑張ってみました。いやー、なんていうか相変わらず難しいけど描いてて楽しい。ちょっとね、色を浅めに塗っちゃったので本物のこの落ち着いた感じにはなってないんですけども、私が適当に描いたように見えるかもしれませんけど、おおよそ足とか線でしたね。よく見てみたらね。こんな感じで、なんかこういう省略の仕方が現代もその江戸時代もあんまり変わらないのかな、日本人はみたいな感じで、ちょっと面白かったですね、描いててね。もうちょっとね、富士山が荘厳な感じで描けたらよかったんですけど、まあまあいつもの感じですよ。はい、そんな感じで今月も浮世絵シリーズ続いております。そろそろちょっとね、簡単なモチーフが減ってきていて描くのが大変になってきております。それでは次のページ、次のページはここまで一生懸命描いてきたので息抜きのコラージュのページですね。以前でしたらマスキングテープ上下に貼って終わりとかよくあったんですけど、ちょっとだけ進化しまして、色味を合わせたマスキングテープの、まあ、各モチーフを切り出して賑やかしに貼っています。なんかこういうことなのかなって思い始めて、今回のこれがうまくいったとは思ってないんですねまあまあ当然見ればそうなんですけど、でもなんとなくこうコラージュってまず最初は色味を合わせていろいろな素材を貼っていくところからやったらいいのかなって思い始めまして、こちらのみかんのオレンジに合わせたこれ、ね、動物と絵画かな、画材のね組み合わせのマスキングテープなんですけど、色味が似ていたのでちょっとね貼ってみました。位置とかもちょっとね四角く切り抜いて、しかも背景がクリーム色でここに白を貼ってるので、この周りが目立っちゃってますけど、一応ねなんとなく配置も頑張って考えてみたりとかはしています。もっとねオレンジ色の素材があったらっていう感じですけど、ちなみにこちらのオレンジのマスキングテープはダイソーのもので、もう2年前、そろそろねちょっと固まってきて糊が固くなっちゃってる感じがするので、早めに使い切りたいなと思っております。
そして次のページ。パンを描く練習をしてみました。色じゃなくて、ペン一本で食べるものをたくさん描きたいなと思って、その練習の一環でパンを描いてみました。何って言われちゃうと困っちゃうんですけど、多少ね、他の方のイラストを参考に描いているので、あんまり威張ってオリジナルとは言えないんですけど、いろいろなパンをね、あと実際に本物の写真を見て描いたりもしておりますので、スケッチとも言えるんですけども、そういうのを散らしてみて、自分の描きやすいパターンってどんなかなって思って描いてみました。もっともっと上手くなりたいですね、これはね。一本のペンで美味しく見えるようにどうにかねなりたいです。そして次がね、最後のページです。次はパンダですね。パンダね、シャンシャンと和歌山のアドベンチャーワールドのパンダが3頭中国に帰ったんですよね。それでちょっとまあバイバイっていう感じのパンダを描いてみました。ここパンダマンですけどね。パンダのね、尻尾白いんですよ。これライブ配信の時にもお話ししたんですけど、パンダの尻尾は黒くあってほしいなって思うんですけど、パンダの尻尾白なんですよね。という、まあまあ、ということで2月はこんな感じでイラストを描いていきました。そして今ね、ここで収録をしておりまして、あと一見開き2月で残っている状態です。では3月のセットアップに行きたいと思います。3月はポテト。3月といえばね、フライドポテトですよ。あ、どうでもいいですね。はい。最近ダイナーを買った影響でハンバーガーとかポテトとかがブームになっております。書くのがね、書くブームとしてハンバーガーとかポテトね、書きたくなっちゃうんですよね、3月なので。まあ、ということで表紙はこちら側に倒れている向いているポテトです。そしてムードトラッカーとハビットトラッカーはこんな感じ。毎回ムードトラッカーの数を間違えるので、今回は 6×5×6 の30プラス1っていうことで簡単にしました。いつもね、ちょっとごちゃごちゃに配置しようと思って間違えるので、数えられない男なので簡単に31個。実はね、これ30個で印刷しようとしちゃいました。はい、慌ててここに付け足しております。そんな感じでムードトラッカーはこのね、下ポテトじゃなくって下をね、好きな色で塗ってください。こちらのね、赤でハビットトラッカー書いてますけど、そこのまあ赤、白でしょうね。それから何色かな、青かなとか、そんな感じでこの紙の部分塗っていきたいと思います。そしてハビットトラッカーはポテトですね。これね、31本分あると思うんですよね。これとね、これとか、例えばつながっている、これをね、私的にはつなげてカウントしていて、多分ね大丈夫だと思うんですけど、なかなか怪しい感じです。31本あってほしいと思っております。そして最後はエニラック。エニラックは日々ちょっとしたラッキーだったこと、もしくは嬉しかったことを書き出すページで、2ページ分取ってあるはあるんですけど、いつもねこの半分ぐらいしか書けない。幸せの見つけ方が下手なのかなっていう感じはしないでもないですけども、ついついね後回しにしちゃって忘れちゃうんですよね。つどつど何か別のことに記録しておいて、ここに移せるようになるといいかなとも思っておりまして、小さい幸せということでポテトの S サイズをここに置いてあります。3月のセットアップはこんな感じで、次のページからデイリーが始まって、まあいつものようにイラストを描いていくという感じで今回も進んでいきます。あとこれだけで多分このくらいで終わるんですよ。残りだから半分ぐらいのこの残りなんですけど、これ多分この
差し込んでる分引くとそれほど残らないので、まあ、これはこれで終わりにしてちょっと抜いちゃおうかなと思って、ちょうどね、あの元の太さに戻るような感じに頑張って調整したいなと思います。挟み込んでる分ちょっと浮いちゃってもいるので、実際の枚数よりこう太くなってギチギチになっちゃってるんですよね。これを直して最後3月末で綺麗に終わらせたいと思います。ピュコ手帳イヤイヤ期のロルバーンダイアリーを頑張って続けていたら、きっと後で振り返った時にあの時続けていてよかったなって思えるんじゃないかと思いまして、もう本当はね頑張らなくて書けたら最高なんですけど、今は頑張って続けているような状況で、冒頭でもお話ししましたけれども、それでも書いてる時間は楽しいなって思えていますんでね、まだまだいけるかなと思います。3月は余裕を持って楽しんでいければと思っております。今回はここまでにしたいと思います。これからもね、ロルバーンのことや購入した文房具紹介、それと手帳の使い方っていうか、続けるためにどうするかみたいなお話をしていくチャンネルですので、よかったら高評価チャンネル登録をお願いいたします。また書房文具と生活というサブチャンネルもやっておりまして、そちらはねトラベラーズノートと文房具の細かいどうでもいい話を中心に動画を作っておりますので、よかったらチェックしてみてください。それからツイッター、インスタグラムもやっております。サブチャンネルと一緒に概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらご覧になってください。それでは最後までお付き合いありがとうございました。以上、書房でした。ではまた。